1653年8月10日のスヘフェ人間、海戦。ヤン・エブリハムスズバーストラーテンが、戦船。1728年、サイクロペディア百科辞典、第2巻。ホブネ時代は、国際貿易と海戦が、ホブネと火薬によって支配されていた時代で、大部分は、近世と重なり、16世紀半ばから19世紀半ばまで続いた。 ほとんど歴史上の時代区分と同様に厳密な定義ではないが一般的な説明として使われている。ホブネ時代とは、海を備えたガレー戦が大きな役割を果たした最後の大海戦である1571年のレバントの海戦から始まり、1862年のハンプトンドーズ海戦で蒸気動力の走行艦 CSS、バージニアが 小船の USS カンバーランドと USS コングレスを撃破したことで終わる。この時、蒸気機関の進歩によって小船は軍事的な意味では時代遅れになったことが証明された。また、1869年に開通したスエズ運河は小船が利用するのは難しくヨーロッパアジア間の航路で蒸気船が優位に立った。 18世紀半ばから19世紀初頭にかけて、小舟が大きさと複雑さの頂点に達した時期は、小舟の黄金時代と呼ばれることもある。この時代、商用小舟の効率と使用はピークに達した。これは、蒸気船が小舟から貿易船としての役割を奪い始める直前の時期にあたる。1873年、小舟時代ははっきりと終わった。 イギリス海軍が1871年に浸水させたデバステーション急走交換が収益した。デバステーションは搬送設備を全廃した最初の外交戦艦だった。HMS デバステーションその後も小船は1920年代あるいは1930年代までは長距離航海でバラ積み貨物を輸送するならば経済的に立ち打ちできた。しかし次第に 蒸気船もそのような輸送に使用され、より一般的になっていった。小船は燃料や複雑なエンジンを必要としない。このため、小船は陸上の整備施設への依存度が低いという利点があった。しかし、蒸気動力船には速度の優位があり、特に逆風によって妨げられることがなく、貿易風に従う必要性から解放されていた。その結果、 貨物と物資は、小船の半分の時間で外国の港に到着できた。小船はますます狭い経済的日地に追い込まれていき、徐々に商業貿易から姿を消していった。今日、小船は、ヨットや観光船などの娯楽用とか、あるいは小規模な沿岸漁業でのみ経済性がある。ありがとうございます。